さくらのさくらんぼラジオ始まりました。祝20万人突破会です。なんと前回前々回に続きなんで3本撮りをさせていただいているので、ちょっとタイムラグがだいぶあるかもしれませんが、ご了承ください。それではいきたいと思います。好きなお菓子教えてほしいです。もちろんロッテ様です。ロッテ大好きですね。ロッテの中だとチョコパイ、あれはもうね、あれが本当に最高傑作だと思うんですよね。チョコの中で知るの王様です、チョコパイは。はい。続いて、外務が終わりましたがどうでしたか。ドライブ期待してますか。タイムラグあるんですけど、今日から始まったんですよ、ドライブ仮面ライダー。私最後結局外務見れてなくて、最後まで本当にどこで止まってるかな、勝ち時で止まってます、私の外務は。だいぶ止まってるんですけど、と福岡にいる機会が少なくなっちゃって。でもやっぱ外務すごい好きでしたよ。一番最初のに変身シーン見た時は衝撃でした。でもドライバー今度車ですよね。変身してそのまま車に乗っちゃうってどんな感じなんだろうってちょっと興味があるので見たいなと思います。続いて、鹿児島に帰ったらまず何をしたいですか。私は鹿児島のなんだっけ、地鶏の刺身が大好きなんですよ。本当に大好きなんですよ。なので地鶏の刺身を食べたいです。最近見た舞台の DVD は宝塚の本なんですけども、花組のオーシャンズイレブンを見ました。香取さんのオーシャンズイレブンを先に見に行って、そしたらなんか真由さんに聞いたら宝塚が最初にやってるみたいなのを聞いたので、じゃあどう違うんだろうと思って見ました。すごかったですね。また香取さんと全く違った男のなんていうんですか、余裕な感じが。歌も大好きなんですよ。特に一番好きなのはジャンプ、はい、北昇さんのジャンプが好きです。続いて、握手会で会うたびに背大きくなったなと思いますが、洋服はサイズが合わなくて着れなくなっちゃったりとかはあるんですか。あー、ん？いや、意外と今までがその微妙なサイズで、子供服ではないけど大人の服だとちょっと大きいぐらいだったんですよ。だから最近やっと大人用の服が着れたから、そんなに合わなくなったりとかはないです。今までがちょっと大きく着てました。続いては、これいつも思うんですけど、この画面めっちゃブレブレなのってどう思ってるんだろうみんな。本当に手で持ってるんですよ。だから気づいたらすっごい下向いたりとかしてて、ごめんなさい。固定すればいいんですけどね。HKT の曲で一番好きな曲は、アイドルの王者。本当に好きなんですよ、アイドルの王者が。
We are dreaming ってとこと、おさよなキャッチでほってくまでやるしかねーみたいな、なんかちょっとラップなところがあるじゃないですか。あそこが大好きです。続いて、暗殺教室は単行本で読む派ですか、それとも少年ジャンプで読む派ですか。単行本です。なんかあのほらコンビニで暗殺教室っていうの見つけて、怖い話だと思ったんですよ私。で一回読んでみようと思って読んだらすっごい面白くて、そっから読んでるんですけど、また新刊書いてなくてですね。でもこう最後がどうなるのかすごい楽しみです。さくちゃんは水泳は得意ですか、そして子供は好きですか。子供大好きです。もう弟が3歳なんでですね、ちっちゃい子供とか大好きです。水泳は私水泳習ってたんですよ小学校の頃。だから得意というか泳ぐのは好きです。得意かどうかと言われるとまたちょっと話が違ってくるんですけど、はい。最近気になってるもしくはおすすめの漫画はありますか。伯爵令嬢、もうコリンヌが可愛すぎて本当にあんな服着たいなって。でも多分こう女の方しか好きじゃないような感じなので男の方だとあれなんですけども、はい、それの伯爵令嬢という漫画が大好きです。続いて、ペンライトはどこのグループの何色が好き。グループとかあるんですか。わかんないけど、ペンライトの色は黄色とピンクと緑が好きです3つ多いはい。続いて、この後の全国ツアーで行く先々で楽しみにしていることは。いやもう海外ですよ。香港と台湾でしたっけね。もうご飯が楽しみすぎて、やむちゃん、もうあの小籠包とか中華料理が本当に楽しみなので早く行きたいです。続いて、次の AKB のシングル、さくちゃんセンターだけど総選挙の時に言っていた差し声をした意気込みは。そうですね、私もよくさっしー早く超えてねとか言わせていただけるんですけども、私はさっしーのことを敵対視とかそういうことしてるわけではなく、もう私にとっても大先輩であり本当に尊敬しているし先生みたいな存在なんですね。サッシーは先生みたいな存在のサッシーをいつかに、あ、先生みたいな存在のサッシーにいつか認められた時はきっと私が大きく成長している時だなと思ったので言ったことであって、その敵対視とか絶対超えてやるというよりかはいつかサッシーに認めてもらえるように頑張りたいなっていう意味で言いました。はい、そんな感じです。ツアーの見どころとか気をつけているところ、今回のツアーは結構ダンスパートがあるんですけども、結構ダンスに力を入れているというか、ダンスも見てほしいですし、なんかスクリーンがあってそのスクリーンとの融合で踊ったりするんですよ。それがもうなんか踊ってる自分たちでさえすごいなと思うので、それを見てほしいです。続いて、休みの日は何をして過ごすことが多いですか。私休みの日は結構
あれですね。なんだっけ。あんまり外に出たくないんですけど、もう着る服がなくなってきたなって思った時はドバッて買い物して、なのでちょこちょこ買うよりかは休みの日にドンって買って、それをこうどんどん着るっていう感じなので、はい、なので休みの日は買い物に行っていると思います。続いて、さくらにとってアイドルとは。なるほど。アイドルは私にとっては、遠くにいる人にも近くにいる人にも頑張ってる姿を見て頑張ろうって思わせ、頑張ろうって思ってもらえるのって、多分アイドルだけとは言わないんですけど、アイドルの魅力だと思うんですよね。だって会ったこともない方にも好きって言ってもらえて、それがなんか本当すごいことだなと思って。普通ね、アイドルしてなかったらまずこの20万人突破っていうのもあれですし、20万人の人にも知ってもらえる機会もなかったし、アイドルしてなかったらもう一生会えなかった人とかもいたと思うんですね。そうやってこう一回一回の一期一会ができるっていうのが、一回一回の一期一会ってなんだ一期一会を大切にできるのはアイドルだけなので、アイドルはそのいろんな人に元気を与えられることができてすごいなと思います。では次、もう少し見て終わらない。最後はどうしようどうしよう。将来の夢、将来の夢はやっぱり変わらず女優さんですね。この間オールスター期感謝祭に出させていただいて女優さん見たんですけども、みんな綺麗で可愛くて、私もいつかああいうオールスター感謝祭に出てドラマの番宣とかしてみたいなって思ったので、将来の夢は女優として変わらずに頑張っていきたいと思います。それでは築20万円突破会3弾にわたってお送りしてきました。長い時間でしたが聞いてくださり本当にありがとうございました。以上、さくらのさくらんぼラジオでした。バイバイ。